はい、こんにちは、村尾聡です。今回はですね、それは無駄ですよ、教師力の差は厳然とあるんだよという話をしたいと思います。はい、まず最初一つ宣伝します。インスタの QA をですね、この間募集しました。ありがとうございます。それで今日この動画のラストにですね、お答えしたいなと思っていますので、そちらもぜひご覧になってくださいね。はい、それでは今日のテーマいきますね。今日のテーマは、それは無駄、教師力の差は厳然とというね、タイトルをつけましたけども、何かと言いますとね、これ以前も一回話をちょこっとしてるんですけども、今日は詳しく言いたいと思いますね。まず教師力って何かというところから入ってきますね。まあいろいろありますよね。自動理解力だとか、授業力だとか、事務処理能力だとか、いろいろあるわけですけども、まあその中で特に私が大事だなと思うのは、やっぱり授業力なんですね。教師といえば授業するのがね、お仕事じゃないですか。それがメインなんですよ。なんだかんだいろいろ今仕事いっぱいありますけども、そこがメインなんですね。で、そのために事務処理能力が必要だったり、まあそこに付随してるわけですよね。で、我々教師はこの授業力こそ教師の一番の仕事なんだってことを絶対忘れちゃいけないんですよね。だけどもね、現状はどうなってるかっていうことなんですよ。で、これをちょっと書いてみました。もちろんね、全部じゃないです。素晴らしい学校もあるわけですよね。そういう学校もあるけども、ただ一方でこういう学校もあるということでね、ちょっと考えてみたいと思います。まず現状と書いたんですが、教師力の差を縮めたいって気持ちがね、ある学校あるんですね。まあ学校っていうかね、管理職っていうのかな、まあ、そういう立場の上の人たちですよね。それは分かりますよね。どのクラスも同じようにいい授業をしてくれれば一番いいわけですから、まあそのためにどういう対策を取ってるかということなんですよね。これがですね、同じ流れの授業をさせるということなんですよ。ここにね、大きな問題点があると私は思ってるんですね。つまりある単元において、こういう流れで授業をしていきましょうねっていうことをですね、決められちゃうんですよ。で、その中で授業をしていくわけですね。ただ本来は我々のこの教師の仕事というのは、授業をこの子どもたちにどういうふうにやっていくかっていうのを考えるのが仕事だと私は思ってるんですよ。それはクラスごとにやっぱり違うんですね。もちろん授業には同じ狙いがあるんだけども、その進め方っていうのは、その担任のクラスの子どもたちを見ながら決めていくのが本来の姿だと思うんですね。だけどもそうじゃなくてですね、同じ流れの授業をさせようとするんですよ。そうすると何が起きるか、ちょっと想像してみてくださいね。はい、これはね、ろくなこと起きないんですよね。まあこういう企画をする人たちっていうのはですね、まあ教師力の差をチームたいっていうところから、授業力の差をなくすということで、まあ、同じ指導案でやればみんなそんな授業力は変わらないだろうってこう予想してるんじゃないかなって私は思うんですよね。そうじゃなければ、同じ流れの授業をみんなにさせるということをあんまりしないと思うんですよ。だけどね、これにはね、大きな間違いがあると思ってます。例えばね、同じ指導案であっても、細かい指示とかですね、間の取り方とかね、こういうのってね、やっぱりね、それなりに教師修行してきた人じゃないとわからないことですよね。はい、あと授業の盛り上げ方だとかね、あと子供への具体的なこう一人一人の対応術だとか、そういうことってね、やっぱりある程度経験が必要なんですよね。意図的な経験です。今言ってる経験ってただ教師を何年やったという経験じゃなくてね、意図的にね、自ら学びながら進んできた結果だと思うんですよ。でもやっぱり震災の先生とね、何十年もやってる先生じゃね、この辺の違いというのはどうしても出てしまうはずなんですね。で、ここが実はすごく大事な部分なんですよね。授業ってもちろん授業の面白い流れっていうのがあってね、この通り授業をすればだいたい面白くできるよっていう授業ももちろんありますけども、ただね、そのためには指示発問説明っていうようなところがね、明確に示されたような指導案じゃないとダメなんですよね。だけども多分普通の学校ではね、こういう流れでやっていきましょうぐらいで進めちゃうんですよ。そうするとどうしてもですね、細かい指示や、まあ、授業の盛り上げ方、子どもへの対応術、こういうものがね、やっぱり劣る先生っていると思うんですよね。それは経験的にね、本人の能力というよりはやっぱりこれらのことをね、知るために時間がかかりますからね。そうしますと、授業力の差を縮めたいという意思で同じ流れの授業をしても無駄だということになるわけですよね。できないんです、それは。さらにですね、自分で考えてやる授業じゃないので、言われてやる授業ですよね。ですから、そこでたとえうまくいかなくてもそんなにショックがないのかなっていう気がするんですよね。下手するとね、子供のせいにしちゃうんですよ、それをね。子供がいけないんじゃないかと思ってしまう人がいると思うんですよね。ですからね、我々教師っていうのはあくまでも子供に提供してうまくいかなかったことは自分のせいじゃないかってまず考える、
これが必要なんですよ。それをですね、自分が考えたからこそ、あ、なんでダメだったんだろうと思うんですけど、人から与えられたものだと、それは自分のことに返ってこない可能性が私に高いような気がするんですね。どうですか？そんなことないですかね？そうじゃなきゃいいんですけども、まあ、そういう人もいるんじゃないかなって心配してるわけですね。ですからやっぱり授業っていうのはね、個で学ぶ部分がかなり重要だと思ってます。ですから同じ流れの授業をさせるという対策を取るんであれば、やっぱりね、それぞれの先生がある程度のね、経験年数があるとか、同じようなレベルの先生だけだったらね、可能だと思うんですけども、やっぱりね、震災の先生から30年やってる先生までね、みんないる中で同じ流れの授業をするっていうのは無理があると思うんですよね。特にこのベテラン、何十年もやってる先生はね、その提案された方法よりももっといい方法を知っていると思うんですよね。だけどそれはできない、でこの方法でやらなければいけないとなればね、やっぱりね、やりにくさもあると思うんですよね。まあそれでもベテランですからね、いろいろなテクニックを使って、まあ、なんとかクリアしていくんですけど、若い先生はそれが難しいと思うんですよね。まあそんなわけでですね、私は本当にね、この教師力の差を縮めたいからといって同じ流れの授業をさせるっていうことはね、あんまりね、賛成できないんですね。管理職の先生とかね、上に立つ人たちね、みんなで同じことやるのはもうやめましょう。もちろんね、目標を設定するのはいいんですよ。だけど授業のやり方を一つ一つ全部同じにする必要はないと思うんですよね。その先生に応じたやり方があると思いますので、狙いは一緒ですからね。その狙いに向けていろんな方向で進んでいって、で意見を出し合ってね、私はこうやったけどこうだったっていう話をね、先輩がしてあげて、あ、そうか、そういうふうにやっていけばいいのかと学びながら成長するのが、本当に個人としてね、教師として成長する場だと思いますので、なんかね、みんな何でもこうやれこうやれって言われた通りやってるようじゃね、仕事もあまり面白くないと思うんですよね。はい、というわけでね、今回は教師力の差は厳然としてるんだよっていう話をしました。やっぱりね、若い人と30年意識してプロとしてやってきた人ではね、力に差があるので、こういう同じ流れの授業をさせるっていうのはどうかなっていうね、提案をさせていただきました。はい、それではインスタの質問に答えたいと思います。2週間後研究授業、お疲れ様です。最後の追い込みの期待について教えてくださいということですね。これはね、何の授業をするかにもよると思うんですけども、まあ、ある程度どの教科でも共通することを言わせていただきますね。例えばね、話し合いをしなきゃいけないような授業でしたら、話し合いを鍛えなきゃいけないですよね。グループかなんかで話し合うんでしたら、そういう話し合いの仕方を教えなきゃいけませんね。ですからそういうことをですね、その事前の授業、他の教科でもいいですので、似たような場面を作ってそれを入れていくというのがいいと思います。まあ、あと2週間ありますからね、その間に本番の授業で子どもたちがあまり経験のないことをね、他の授業、まあ同じ教科でもいいんですけども、その中で少しね、こう入れて鍛えていく必要があるなというふうに思いました。はい、以上になります。というわけでね、今回はそれは無駄、教師力の力は厳然とあるんですよということをね、提案させていただきましたので、よろしかったらご検討ください。それとですね、第4回村野里オンラインスクール小論文ですね、こちらの募集が今週の日曜日までになっています。迷われている方いませんか？ぜひですね、私と一緒にね、勉強しましょう。はい、では次の動画でお会いしましょう。さよなら。